柴田正人は、日本中央競馬会に所属していた元騎手、元長教師。騎手時代は1970年代から1990年代にかけて、関東所属騎手の第一戦の位置にあり、数々の大レースを制した。騎手通算成績は1万1728千1767勝、重章89勝 1988年度、JRA 賞最多勝利機種。1993から1995年の間、日本機種クラブ会長。立党所属の元調教師、柴田政権は実刑。元機種の柴田俊明は実刑。おじに元調教師の柴田藤を追いに、機種の柴田義富。プロ野球。 埼玉西武ライオンズに所属した柴田博之も老いにあたる。1948年8月19日、青森県上北郡上北町に米作県場産農家の産男として生まれる。家業の関係から幼少期より馬に親しみ、また実家が近所であった関係から佐々木武美と交友があったという。騎手として大賀賞などを制していた叔父、藤親、藤男の下で騎手となった。 自警、政権に続く形で、自身も自然と機種を志したが、機種養成課程の受験を前に、落馬事故を恐れた両親からの激しい反対を受ける。これに対してマサドは、政権は許したのに、なぜ自分はダメなのかと抵抗。最終的に両親が折れ、半ば放逐される形で、東京都馬事公園の機種養成長期課程に入った。当年機手課程に入った第十五期生には、 後に9年連続のリーディングジョッキーとなり、天才と称される、福永洋一、中央競馬通算最多小記録を受立する、岡部幸男、東京優秀にや天皇賞を制する、伊藤正則らがおり、後に、柴田も含め、馬事公園花の15期生と称された。当世代の教官を務めた、木村義恵によれば、福永、岡部は、先天的に騎手向きの、達者型、 柴田は努力で上達する、神手型であったという。1960から1970年代、編集3年の収集期間を経て、中山競馬場、白井文場に旧舎を構える高松三太の文下生となる。高松も開業2年目という新身長教師だった。卒業年次は、機種免許試験に落第し、1年の浪人を経た1967年に、 免許を取得。同年3月に騎手デビューを果たし、5月に初勝利を挙げた。初年度は、騎乗数も少なく8勝に終わったが、2年目には23勝を挙げた。4年目に入った1969年1月、旧車機待馬のアローエクスプレスで、形成杯に勝利し、重勝初勝利を挙げる。同馬は、同年のクラシック戦線における、 関東の最有力馬と目されていたが、若い柴田の気乗に不安を抱いた馬主、伊達秀和の意向で、クラシック初戦のサツキ賞を前に、加賀武史美乗のリわりとなった。これは気乗馬確保も、ままならない若手騎手の苦難を示す例として、また、柴田の飛躍の原動力となったエピソードとして、後年まで語られている。1971年には35章を挙げ、 全国ランキングで初のベスト10入りを果たす。しかしこの成績に満身し、翌年は18勝に終わった。これを受けた翌1973年、高松より馬を集めてやるから、1ヶ月だけでも関東リーディングを取ってみろと悟され奮起。これに応えて61勝を挙げ、初の関東リーディングジョッキーとなった。当年高松も48勝を挙げ、 関東のリーディングトレーナーとなる。この頃より高松旧社に有力場を預ける和種が増加し、これに伴い旧社の主戦である柴田の成績も上位で安定していった。以後もしばらく八大競争には恵まれなかったが、デビュー12年目の1978年、旧社所属場のファンタストで、サツキ賞に優勝し、八大競争初制覇を果たす。同馬は、アローエクスプレスと同じく、 伊達秀一の所有場であり、アローの追いに当たった。しかし、同年8月、高松が肝臓癌に侵されていることが判明し、翌1979年1月に死去。これに伴い高松の親友であった、坂井翔太郎旧社に一時移籍し、3月にサンタの実施、高松国男の旧社会業と共に再移籍した。サンタと柴田の強固な結びつきは、 競馬界で広く知られており、柴田は自分の親が死んだとしても、これほどの虚脱感にとらわれるかどうかと嘆いた。また、同年3月には同期生の親友、福永洋一が競争中に落馬し、騎手生命を絶たれる事態にも遭遇している。1980年代、編集翌1980年、天皇賞で、貧はプリテイキャストに起乗して史上に残る大逃げを打ち、 11頭縦8番人気での優勝という波乱を起こした。1983年には、競泳プロミスで、天皇賞2勝目を挙げる。同馬とは続く、国際招待競争、ジャパンカップでもスタネーラの2着に入選し、同競争での日本馬初連隊を果たした。しかしその6日後の12月3日、中山競馬第4競争での起乗中に内拉致に衝突し、 右足小指、薬指を切断、小指断裂という重傷を負う。8時間の手術の末に小指は再度縫合されたが、薬指は失われた。3ヶ月の休養後に復帰。膝に重要な足指の怪我で影響も懸念されたが、前年を上回る76床を挙げて、健在を示した。1985年には美保新山に帰場して、札木賞と菊花賞を制覇。 当年101勝を挙げ、自身初の年間100勝を達成。翌1986年4月6日には、史上8人目の通算戦勝も達成した。翌年には美保新山で、天皇賞にも優勝。同馬の引退に際しては、これからは美保新山の柴田と呼んでくださいと語った。また、同年、自身初の国外起場を行い、勝利を挙げている。 1988年には第8回ジャパンカップでシェイディハイツに起場し、同レースでは初めて日本国外長競場に日本の騎手が起場する記録を作った。また同年には年間132勝を挙げ、15期生として福永洋一、岡部幸雄に次ぐ全国リーディングジョッキーとなった。以後、関東では柴田と岡部、当時の通算最多勝騎手。 マスザワスエオが毎年リーディングを争い、1990年代にかけてジョッキーを目指してくる人は、目標は岡部くんか柴田くんというケースが圧倒的という時代が訪れた。1990年代引退、編集、稲荷湾に起乗する柴田1989年から夏場にイギリス、フランスでスポット起乗を行い、 1990年にはアサティスでキング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ダイヤモンド・ステークスに騎乗3着という成績を残した。その後アメリカでも騎乗し、この頃より若手騎手に対して積極的に欧米に出て厳しいレースを実体験し、その技術を取り入れるよう進言を始めた。翌1991年6月9日と7月7日には、 それぞれ通算1万回起場と1500勝を達成。1993年3月には日本騎士クラブ会長を務めていた、郷原博之の引退に伴い、その後任を務める。ラフプレーに伴う落馬事故による騎士の落命、引退に数々接してきた経験から、会長として、特にレースにおける安全確保と、騎士のフェアプレー徹底の意識浸透に力を注いだ。また、 柴田自身の要請により、副会長は岡部が務め、後に会長職も引き継がれた。騎士会長就任から2ヶ月余りを経た5月30日、柴田はウィニングチケットに帰場して、長年の目標としていた東京優勝を制覇。デビュー24年目、通算19回目の帰場で、ダービー優勝を果たした。ウィニングランの最中には、約17万人の観客から、 マサトコールでの祝福を受け、競争後のインタビューにおいては、この勝利を誰に伝えたいかとの質問に対し、世界中のホースマンに、第60回日本ダービーを勝った、柴田マサトですと伝えたいとの言葉を残した。当年、1988年以来の3桁勝利となる113勝、さらに年間616回の起場で開国、原点なしという成績を残し、 野平雄次来三十六36年ぶりの特別模範機首相とユネスコ日本フェアプレー賞実行賞を受賞した。翌1994年は前年からの好調を維持し、年頭からランキングのトップを締め続けた。しかし4月24日、東京競馬第6競争において騎場は国際ファーストが骨折、転倒し、柴田も頭からババに叩きつけられた。この事故で、 頸髄不全損傷並びに、左腕神経相損傷という重傷を負い、休養を余儀なくされる。リハビリの後、8月11日には、調教に起乗する程度まで回復を見せたが、レースにおいて以前通りの起乗ができないとの理由で、同年9月6日に引退を表明。翌1995年2月16日に、調教師試験に合格し、同年2月26日をもって、 騎士を引退。中山競馬場にて引退式が行われた。1996年3月3日、調教師として管理場初出走を迎え、同月9日にオンワード門楼で初勝利を挙げた。過去15勝を3度記録しているが、重賞での勝利はなかった。旧社所属騎士に石橋治がいる。二千十九年二月十八日付で定年のため、 状教師を引退した。騎手時代、豪腕と呼ばれた、豪原博之は、若手時代の柴田を見た際に、腰の強い乗り役がいると感じたと言い,い、特に強健な下半身を使って、馬を追う技術は高く評価された。騎手検証者の野平雄二は、豪原引退後の追える騎手の筆頭として、柴田の名を挙げており、また養成所で、一五条の小島太氏は、追わせたら、 ヨーロッパの一流ジョッキーにも負けないものを持っていると思う。馬の視点を置いて腰を使って追う技術は大したものだ。道中も常に上手いし、勝負所でバグを縫っていくテクニックには独特のものがある。人間的にも素晴らしいものを持っているし、欠点がないという感じだと高い評価を送っている。レース運びの面でも特に3000メートル以上の長距離競争における。 ペースカントスパートのタイミングの妙は、天才と称された、福永洋一以上とも評され、長距離の魔術師と呼ばれた。重賞89勝のうち14勝を、長距離競争で挙げている。長距離競争に強い理由について、柴田自身は、駆け引きができるからね。短距離だと、用意、どんでいったきりだもんね。長短どちらの距離でも、冷静さは必要だけれど、特に長距離は、 レース、展開、相手の騎手や馬との駆け引き、馬を騙し騙しどう乗るか、など考える要素があると語っている。柴田は騎手時代を通じて、旧車社会の義理を非常に重視したことで知られ、複数の騎乗馬の選択に際しては、馬の能力よりも過去の恩義や人間関係を優先し、また、多騎手の騎乗馬を奪う形での乗り換わりを嫌った。 ビジネスライクに徹して企業場を選択していれば、通算勝利数は大幅に増えていたとも考えられ、このことは以下のような人物表にも現れている。しかしこのような一面は関係者からは特に評価され、現役時代はすでにナンバーワンジョッキーの呼び声のあった岡部幸男と関東の総壁として称えられていた。柴田は馬事公園の研修生時代、同期生と共に、 新山が優勝したダービーを現地観戦して以来、その華やかさに強く惹かれ、ダービーに起場することを目標の一つとした。その後、デビュー3年目の1969年に、ダンデーボーイでダービーに初起場。しかし以後は、アローエクスプレスの乗り換わり、サツキ賞を制した、ミ保新山の骨折休養などがあり、ほとんどの機械で有力場に起場することができず、 1993年まで18回の、騎乗で1988年国際トリプル、1991年、イーデセゾンの3着が最高という成績であった。同年の頃より、柴田はダービーを勝ちたいと公言するようになり、柴田のダービー優勝はファンの関心事ともなっていった。そして1993年のダービーにおいて、柴田はウイニングチケットに騎乗して、 初めてダービー一番人気の支持を受ける。ウイニングチケットは前走の札幌賞で繰り上がりの4着という成績に終わっており、一番人気の内容には柴田に勝ってほしいというファンからの応援の意味で投じられた馬券が相当含まれていたともされる。レースではこれに応えて優勝。通算19回目の起場でダービージョッキーの仲間入りとなった。 直線では早めにスパートしたことと、ビワハヤヒデとなりた体が、後方から迫っていたことで、我慢してくれ、頑張れと叫び続けたという。ウィニングチケットは、ダービー以降総じて不審に終わったことから、柴田正人に、ダービーを取らせるために生まれてきたとも言われた。ダービーを勝ったら引退。編集1988年の日本ダービーの際、柴田は競争前日に、 渋谷で行われたダービーフェスティバルに出席した。この席上で、意気込みを尋ねられた際、国際トリプルでダービーを勝てたら、もう騎手を辞めてもいいというくらいの気持ちで臨みますと、応じた。すると、この発言が曲解され、翌日のスポーツ紙には、柴田正人、ダービー制覇したら騎手引退との見出しが掲げられ、以後ウイニングチケットまで長らく、柴田はダービーを勝ったら、 引退するとの誤解が広まっていた。実際には、ダービー以後も、騎手活動を続けたが、翌1994年の落馬事故により、結局ダービー制覇から2年を経ないうちに引退を余儀なくされた。岡部幸雄、編集、岡部幸夫とは、毎年のようにリーディングを競い合い、しばしば互いが比較の対象となった。聖の岡部、銅の柴田と評され、 気状については、岡部は、カレー、魔術、柴田は、剛腕、剛起とも対比された。岡部自身も、実女の中で、私の場合、ライバルとして一番に挙げられるのは、やはり同期の柴田正人だろう。宿敵というよりは、公敵種だったと言える関係であると記している。また、岡部は1984年に、旧社所属からフリーに転身し、気状場,場確保の折衝のため、 いち早くエージェントを採用するなど気乗馬の選択に一切の妥協を挟まなかった。作家の後藤正春はこうした岡部の考え方をアメリカ的合理主義、柴田を日本的一門主義と対比している。岡部は一度柴田にもフリーになることを進めているが、柴田は岡部の気持ちもやり方もわかるとした上でこれを退りけており、 また岡部も柴田が断ることを予期した上で聞いたという。私的には、親しい友人の一人であり、自身の引退に際しては、生き方は違っても、同じことを目指していたという意味で、こんな力強い存在はなかった。周囲が言うような、ライバル意識なんか、俺たちにはないんだよ。岡部が、いつまでもレースに出て勝つことが、俺や、同期たちの生きる喜びにつながっていると語っている。また、 岡部の引退に際してはセレモニーに出席し、伊藤正則と共に同期生代表として花束を手渡した。福永洋一、編集、天才、福永洋一とは養成所以来の無二の親友であり、期間なく、気象論を交換する唯一の相手であった。所属は東西に分かれていたが、夏の北海道開催で一緒になると、毎年同室で過ごし、朝起きたら寝るまで一緒であったという。 1979年に陽一が落馬事故で脳座症を負った際には翌日始発の飛行機で関西へ飛び同僚として唯一集中治療室に入って洋体を見舞った。柴田は福永を同じ機手として相手の良いものは良いんだと認め合える関係でしたと実感している。また陽一の息子福永雄一が機手デビューした際には陰ながら その騎乗馬確保に努めたとされる。雄一の GI 競争を初勝利となった大賀賞優勝馬、プリモディーネノバシュは、柴田と親しい伊達秀一であり、関西に馬を預けた例は少なく、柴田が雄一を起用するよう依頼したともされる。また、雄一は、関西の北橋修自給社に所属したが、デビュー以前には、関東に期待たいと口にしており、 幼少期から知っている柴田の旧社に所属するとの予測もあった。数字は中央競馬成績のみ。その他太字は文化生括弧内は旧社所属機関と所属中の職分。旧社経営の傍ら、産経スポーツ市場でマサトの目という重症レース解雇記事を連載しており、また不定期に NHK 競馬中継に解説者として出演する。また一時、 週刊ギャロップにて、寿司生という対談コーナーを連載した。寿司生という名前は、寺山修司が表した一連の競馬一世シリーズに登場する寿司屋の生に由来しており、機手引退直後は寿司屋の紛争で JRA の CM にも出演した。スポーツ100万倍。ありがとうございます。